僕は高校サッカーの大ファンだったし、うちの名古屋 FC の選手、県外も含めて相当数外に出してるんですけど、J ユースはまだ4、5人しかいないんですよ。で、僕が思う、その J ユースとこう、高校サッカーの違いっていうのは、ちょっと指導者がコロコロ変わる可能性が多いという、なるほど。問題はありましたね、確かに。今もまだちょっとね、さっきのシロさんのさ、言葉にあって、指導者がどういう子供を預かったとしても、ここを経由して日本代表クラスに持っていく、そういう指導を心がけていればいいんですけど、A という J ユースの監督さんが B というところに移って、ね、こうトップのこう指導者が変わると、なんかサッカーも変わるような、そんな風潮あるじゃないですか。そうした時に思春期のね、16、17、18か、ね、こっから先がプロになる可能性が高いわけだから、その時になんか指導者が変わって落ち着かんところは嫌だなって僕は思っちゃってたんですよ。そうですね。それはありましたね。やっぱり2、3年でその指導者が変わるっていうのは、やっぱり組織上の問題はやっぱあるなっていうのは僕も思ってましたね。ですよね。やっぱそうです。やっぱ選手とその信頼関係築くのに時間かかりますからね。そう、で、さっきね、シロさん、イムロ君が、こういういいこと言ったって言ったのは、これやっぱり四中高という伝統と歴史と、城先生、樋口四郎って、流れが対流がちゃんと流れてるから、そういうイメージになって、入ってくる子供を惑わないじゃないですか。だけど、僕らがやってきた時代の J ユースっていうのは、これを見た J ユースの人にまた怒られるかもしれんけれども、人に預けたいなっていうイメージがあるんですよ。その後ろに大きな伝統があったりしてね。だからやっぱそういう考え方でいくと、なんか、コーチも変わって、監督も変わって、ね、なんかいろいろ変わってしまう、まだ組織が安定してない J ユースだった時代もあるじゃないですか。そうですね、それは僕らもだいぶ議論しましたね、昔。ですよね。で、だいぶ今、やっぱり育成年代の指導者がコロコロ変わるのは、やっぱあかんのちゃうかっていうので、その J の方のアカデミーも、その辺のところに対してはだいぶ意識してるんようやく今のシロさんが今アカデミーダイレクターのアカデミーアドバイザーですよ、ア今ドは。バイザーね。で、だからそこが柱になるわけじゃないですか。そうですね。ね、やっと今そういう、組織になってきたじゃないですか。僕らがやりだした20年ぐらい前のね、J ユース行ったら、その監督ありきだったじゃないですか。で、そうしたらその監督があっちに行っちゃった、こっちに行っちゃったとか、ね、コーチが新しい現役終わった人がピュッと来てやってたとかって、いや、柱がないもんだから、やっとそこで組織の中にも GM っていうのができてきて、それから今のアカデミー、アドバイザーとかダイレクターとか、ユースダイレクターとかね、やっぱ意思を統一していく組織になってきて、やっとなんか J ユースも高体連のような感覚になりつつあるのかなという。もうその通りだと思います。もう今はどうもうか。本当に、J ユースの方の、組織的な部分もすごく安定してきましたし、高校サッカーの方もやっぱり質を上げていこうという姿勢が、選手権至上主義じゃなくなってきてますので、そういう意味ではもう、この先ほど言ったように、2つのルートでここを目指すっていう、なるほどね。それでリーグ戦もあり、で、種別のトーナメントもありで、やっぱすごくいい環境じゃないのかなっていうふうに思いますね。なるほど。多分、我々のような育成年代を長年やってる、この3種だろうが2種だろうがね、シロさん。大体同じような考え方になって
ってきますよね、絶対に。そうです、そうです。うん、結局、目の前にいる選手たちをしっかり次につなげるために、どういうふうなトレーニングをしたり、どういうふうなそのメンタル的な成長を促すのかとか、そうそう。そこだと、ね、メンタルの部分がやっぱり育成年代の指導者にとっては一番難しいし、一番大事なところだという。そういうことだね、そういうこと。まさに難しいし、でもここが肝になってくることも間違いないから。ね、はい。ね、ここの肝をどうやってこう伝達していくかとか、はい、ね、そこがあの我々が一番こう悩んだりね、勉強したりね、さっきの、あの一味か七味か胡椒か、ね、いろんなこのスパイスも使わなくちゃいけないし、はい、あ、まさにみんな真面目にやっとるんですよ、どこの指導者も。はいはいはい、うん、だからそこのこう引き出しであったり、今言ったスパイスであったりね、メンタリティであったり、はい、あのそれからスキルアップにどういうふうにしたらいいとかってね、そこにみんな悩んでるんだけども、そうです、ね、まあ、そこはユースも交代でも関係ないと。関係ないです、もう、はい、結論は吉田君、はい、そういうことだ本当に指導者の本当にスタンスだと思いますよ。そうだね、高校でやろうか、指導者が本当に、うん、あのよくね、プレイヤーズファーストっていう言葉を使いますけど、うんうん、あのこの選手なんとかこう上手くなってほしいとか、勝たせてあげたいとか、うん、っていうのがもう根本 にある大事な部分じゃないですかね。うん、僕はやっぱりあのジュニアユースでこういろんな高校にこう預かっていただいてね、そういう預かってもらってこう見ていくと、で逆に今大学に送っていただいてこう見てると、みんな共通してるところはあるんですよ、はい、指導者の方は、うん、でおそらく微妙に違うところはあるんですけども、まあそこはやっぱりちょっとしたこの持ってる考え方が若干ね、まだふわ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 してる子が多いっていうだけで、そこが落ち着いていったらスキルはだいぶ上がってきたじゃないですか、今の子って。はい、ね、でさっきの白さんが言った森島君みたいに、その天才肌っていうのは、やっぱポツンポツンポツンってやっぱりいろんなところに出現するじゃないですか。はいはい。で、その天才肌って紙一重だもんだから、うん、そういう子をどうやってこう、まあ、言葉悪いですけども料理をしていくかとかね、そうですね、そこにあの我々指導者のこう醍醐味があるじゃないですか。はいはい、